はい、どうも皆さん、ケジオです。戦国恋姫オンライン応援紳士やっていきます。ということでイベントが来ましたので、早速、まあ、いつも通りお知らせの方をね読んでいきます。ということで、メンテナンスのお知らせ、終了のお知らせかな。はい、メンテナンス日時が、14日ありました。で、更新内容、箱根の温泉は天下の湯開催、イベント前半ガチャの開始、復古限定ガチャの開始、新武将の追加で一部不具合修正されました。連合戦の報酬配布しました。連合脱退除名解散不可期間終わりました。はい、いつも通りです。で、まず復古ガチャから見ていこう。復古ガチャが、優勝1人1回星5確定ガチャが来てます。前回の温泉のやつ、ひふみちゃんとかずあちゃん、の温泉のやつと、あとはこいちゃんしのちゃん、あの茶屋イベントのやつかな、のやつが、来ていますと。で湯の花の3人のピックアップガチャで、和風喫茶の3人のピックアップガチャ来てますと。あとはイベント限定ピックアップガチャ開催、星5が姫野ちゃん、星4伊沢よいちゃん、配布が春日ちゃん、後半がおぼろちゃんやったかなが来てます。まあ北条の子が中心で春日ちゃんが1人来てるって感じかな。ということで防御タイプ姫野ちゃんですね。熱性かけ流しかな。読んでいきます。新武将、熱性かけ流し姫野は相手のステータスを大幅に下げる防御タイプの武将です。ステータス減少耐性解除を発動後に効果量の高い呪いと被ダメージ上昇で相手のステータスを大きく下げるため、後続の味方は攻撃防御の両面で有利になります。吸収の効果量も高く、余ダメージを上げると回復量も上昇しますと。あー、髪型可愛いな、なんか若干サザエさんみたいやけどいいですね。はいはいはい。呪いステータス減少耐性解除、被ダメージ上昇、回復封印、ステータス減少耐性バリア吸収と。集中はついてないんかな、防御タイプやけど。まあそれやけど、相手のステータスを下げて味方は攻撃防御の面で有利になると。なるほどなるほどなるほど、だいぶ良さそうではある。で次、星4伊沢よいちゃん特殊タイプ読んでいきます。新武将、熱性かけ流し伊沢よいは高いクリティカルダメージで相手に大ダメージを与える特殊タイプの武将です。基礎クリティカルダメージも高く、ターンごとにクリティカルダメージが上昇します。ブーンのお守りでクリティカル確率を底上げし、確実にクリティカルを発動させて大ダメージを与えましょう。あーいいですね、団子作ってるタイプ。はいはいはい。でクリティカルが高くて、クリティカル、高いな、クリティカルダメージも高い。で、クリティカルダメージターンごと上昇、被ダメージ上昇、バリア解除、暗闇か、暗闇追撃、暗闇は相手の攻撃範囲を一マスに絞るっていうスキルやったっけな。まあ邪魔もできるし火力も出る、いいじゃないですか。はいはいはい。っていうのがガチャですと。箱根の温泉は天下の湯が来ました。11月25日の13時59分までで、19日の12時から後半やります。イベント報酬交換期限が12月2日の4時59分ということで、あらすじ、伊沢よいたちに招待され箱根の湯へ。混浴は男女の仲を進展させる究極の手段だけど、だからこそ誘うには多大な勇気がいるもので。なるほど、混浴をするっちゅう感じなんかな。はい。で、春日ちゃんがもらえます。さっきも言ったけど後半はおぼろちゃんです。はい、これでざっくりは説明したので、早速メイガンの方、
いや楽しみやね。温泉イベントに外れ会はないでしょう。ああということで、まあ1から4話まであるので見ていきましょう。良いですな。ここが名高い箱根の湯か。よもやこうして平和のうちに訪れることができるとは思いもしませんでしたな。まさに連合様々ですな。そんな理由で連合が感謝されると思わなかった。俺と春日が北条家の招待を受けてやってきたのは東海道を東に進んだ先にある箱根の地だった。まだなんで春日ちゃんなんやろうな。それが意外っちゃ意外やけど。あ、いたいた。おーい、いざよい。ケンスケさん。おー、いいね。いや、俺こっちの方が好きやな。多分覚醒させるとさっきのあの温泉入ってるやつになると思うけど、あ、俺こっちの方が好きかも。あ、いいな。いらっしゃいませ、ケンスケさん。ようこそ箱根へ。しばらく世話になるよ、いざよい。いや、いいやん、これ。この、まあ、浴衣というかね。え、これ良くない？こっちの方が、なんか良さそうに見えるけど。では、荷物はこちらでお預かりしましょう。姫の。ええ。はーい。どうですかな？いざよい様、何でも大きな宣言を改装したと聞きましたが。すいません。はい、ケンスケさんにはぜひ見ていただきたくて、お手間を取らせてしまって申し訳ありません。当世の箱根は、前から気になってたからちょうどよかったよ。カザーたち第二陣はもう少し後になるけど、あ、カザーちゃんたちも来るんや。そちらも伺っています。カザー様がお好きになるまでゆっくりしていってくださいね。あれ、これの次のイベントって何やったっけ。なんか続いたりする。では夫殿、説はこの辺りで。あれ、一緒に行かないの。いやー、箱根の湯は広うござるからな。なるほど、春日は本気で箱根を満喫するつもりなのか。俺の道中の護衛を引き受けてくれた時はどういう風の吹き回しかと思ったけど、あー、自分から名乗り出てきてくれたんか。なるほど。了解。おぼろ、護衛は引き継いでもらっていいかな。お任せください。春日殿も箱根をご堪能くださいませ。うん。おぼろに静かに一礼すると、春日はそのままうん、馬原馬馬服を蹴って箱根の、街中に消えてしまう。なら姫も行くね。姫の。おぼろ様、今日の姫野の任務はケンスケのお迎えだけって言ってましたよね。姫野もたまにはゆっくり温泉に入りたいんで、この辺で。そして姫野も音もなくその場から姿を消してしまった。本当に行っちゃった。あの、でしたら、そのケンスケさんは私たち二人でご案内するということで構いませんか。それはもちろん、よろしく頼むよ、二人とも。さあ、お任せください。頑張りましょうね、いざよい。はい。うん。で、案内されるわけや。やれやれ、やっと行ったし。なんだ、考えることは同じか。空気を読んだってことか。は？あんた、温泉に行ったんじゃないの。そのつもりだが、北条の方々の顛末が気になってな。いざよい様たち、ケンスケと温泉巡りするの超楽しみにしてたからね。ここは応援するしかないっしょ。うむうむ、その忠義の気持ち、
あっぱれであるな。そんな当たり前のことで褒められても姫は喜ばないからね。ならこの場はお主に任せるとしよう。ではな。春日ちゃんは本当に回りたかったよな。あれ温泉を回りたいって方便だったんじゃ。マジで姫野ちゃんはもうしっかりなんていうかね、お目つけ役というかね、そういう見守り役をね、まあ、なすりつけられたわけやな。では和沢様の別宅に温泉が、これが前の温泉イベントやな。ああ結局また出るようにはなったんだけど大騒ぎでね。そんな話をしつつ俺たちは箱根の温泉街をブラブラと歩いていた。それは大変でしたね。宣言が枯れると一大事ですもんね。カザーの別荘でしか使ってない宣言だったから、そういう意味では騒ぎにならなかったけど、これが箱根の大きな宣言だったら死活問題だよな。そういえばここってそこくら温泉だっけ。はい、箱根に6つある大きな宣言の一つですよ。箱根な行ったことねえからわからんのよな。まあなんかいくつかあるっていうのは聞いたことあるけど、6つか、6つあるんか。現代だと技術の進歩で17とか20とかある箱根だけど、そんな多いんや。その前は箱根七湯が定番だったはず。この時代はその七湯もまだ揃ってないのか。あーそうなんや。会話がないと話も途切れて、辺りに漂うのは微妙な間。まあ溺れちゃんとイザヨイちゃんは自分からそんな話す子ではないからな。あの、お、な、なに？な、なんでもないです。なんでもなかった。お、温泉に来て温泉をおすすめするのは当然のこと、当然のこと。でも、ケンスケさんと一緒にお風呂に入りたいなんて言ったら、はしゃない子だって思われちゃうかな。まあ、ケンスケくんはそういうことは思わんからな。大丈夫やと思うけど。何より、これで男女に分かれて入る流れになっては、いたたまれませんね。慎重に進めなければ。ケンスケさん。あ、はい。あ、いえ、その、あちらに新しく名物として作ったまんじゅうがありまして。そうなんだ。食べるなら買ってこようか。そんな、買い物なら私が。まあまあ、気にしないで。俺は懐の財布を確かめると、新発売だっていう温泉まんじゅうらしきものを、買いに行くことにする。行っちゃいましたね。うまくいかないものですね、いざよい。はい、こういう時どう誘うのが一番いいんでしょう。お見かねてやってきた。ああ、もう何やってるんですか二人とも。姫の、まさか今までのことも見てないですけど、今の惨状を見たら大体わかりますってば。ああ、いえ、そのケンスケとお風呂に入りたいんですよね。言えばいいのに。ですが。それはそうですが、でもはしゃない子だって嫌われでもしたら、そんなことは絶対ないからな。なんなら、イザヨイちゃんの本、何あの、製品版、あの、戦国恋姫 X の時の、初めての時の方が多分やばいでな。うん。は？
あのスケベが？そんなの天地がひっくり返ってもないですって。うん、そうそう。っていうか、ケンスケだって、イザヨイ様やおぼろ様と一緒にお風呂に入りたいって思ってますから、お誘いしたら嫌うどころか大喜びですよ。むむむ。いや、まあでも、実際誘えば、うん、まあ大喜びやと思うけど。お二人の乙女心はわかりますけど、第二陣の人たちが来たら、ケンスケの取り合いになっちゃいますよ。もうカズハちゃんは来た瞬間入ろって言うでな。多分な。だからもう今のうちやな。うん。そうそうそう。カズハ様とか、ケンスケの顔を見た瞬間に、一緒に お風呂入るって言い出しますからね。絶対。絶対言うな。それはカズハ様に失礼では。いやでも言うもん。では姫野も一緒に。そうよ。いやいや、いや姫もそこまで野暮じゃないですし。それじゃ頑張ってくださいね。あら、もう、え、あ、ちょっと姫野。ただいま。どうかした？いえ、なんでも。うう、姫野にあーまで言われては頑張らないわけにもいきませんね。いや、これはもう行くしかねえよ。うん、姫野ちゃんも言ってた通り、カズアちゃんは遠慮しやんからな。で、結局温泉には入れなかったんですか？あかんかったんか。そうか、まあでもこの二人やったらしゃあないとこはある。あーまでお膳立てしてもらって面目次第もない。本当ですよ。天下の木曽内がスケベ一人に何やってるんですか。まあそれとこれとはまた別やからな。戻りましたぞ。ん？お三方が揃って何をしておいでで。いえ。あ、いえ、何でもありません。それより箱根の湯はいかがでしたか？いやはや、どこも満喫いたしましたぞ。最後にこの、何やったっけ、これ旅籠やったっけ、旅籠の湯にも入り申したが、ここもまたいい。ふふ、楽しんでもらえたなら何よりです。夫殿もここの湯は痛く気に入っておったようですぞ。え、何？ケンスケ様がお気に入りとはどこでその話を。あー、春日ちゃんは。どこも何も大浴場でですが、何かどうなの？何？ケンスケ今大浴場に入ってるの？な、まさか春日殿もケンスケ様と一緒に。いや、脱衣所ですれ違ったとかちゃう。旅籠は貸し切りで男女の区別も不要とありましたからな。あー、入ったんや。どうですかな。鉄も奥の末席を汚しておる身ですし、さして驚くようなことでもありますまい。まあ春日ちゃんは結構こういうとこ、なんていうか、まあさっぱりというかはっきりしてるから。それはまあ、おぼろ姉様、ええ、武田に遅れを取ったとあってはまさに木曽内の名が泣きますね。これは行くしかない。お、はぁ、温泉最高かよ。けどリラックスするのはそこまで。あとは全体的に今日の一人反省会だ。イザヤやおぼろとも、こうしたかったな。じゃあ誘えよ。ケンスケ君やったらいけるって。あの二人のこと分かってるん、分かってるしな。でまあ、ケンスケ君から誘って嫌とは言わんって多分自分でも分かっとるやろうし、これはケンスケ君行くしかねえよ。もうでも二人ともだいぶ緊張してるみたいだったし、間合いを測っているうちに宿に戻っちゃったんだよな。スケベ扱いされてもいいからさっさと支えばよかったな。今頃されやんから、スケベ扱いなんて。
クオンやミク、それこそ姫のあたりならスケベ扱いされてるのにも慣れてるからもっと気楽に誘えるんだけど。ん？貸し切りだって聞いてたけど誰が？あの、ケンスケさん。ファ。お願いします。私たちもそのご一緒してよろしいですか？そう思った時、露天風呂に姿を見せたのはまだ浴衣を着たままの、これ着たっていう字多分違うな。ああ、まだ服は変えてないんや。では失礼して。ああなんだか緊張してしまいますね。それは俺もかな。ですがそのはしゃない子だなんて思わないでくださいね。思うわけないよ。っていうか俺も一緒に入りたかったけど、スケベだなんて思ってほしくないかな。それはもう無理やけどさそれに関してはもう無理やと思うけど。旦那様にそんな、まあ、この二人はそうは思わんやろ。うん。ですよね。でも健介さんはスケベですよね。それはもう紛れもない事実やけど。やれやれ、ほんと姫がいないと頼りないんだから。盗み聞きとは趣味が悪いぞそういう春日ちゃんもな、盗み聞きじゃないし護衛だしそういうことにしておこう。あんたもありがとうね。健介と温泉に入ったのって嘘でしょ。あ、なるほど呼んでくれたんか空気を。さすがに風魔の目は欺けんか。まあでもやっぱ客人として招かれて先に健介君と入るっていうのは春日ちゃんとしてはちょっとあれなんかな。さすがにやらんかそういうのは。うん。お二人のご様子は見ておられなんだからな。ああ、なるほどな。しかし。だが本当はお主も夫殿と。うるさい。姫のことは別にいいし。今日は夫殿も相手をしてくれんだろうし。手酌酒はつまらんと思っていたところだ。お主も暇なら一献付き合え。暇じゃねえから。説はお主のことが気に入ったぞ気に入られた今宵は語り明かそうではないか。姫は別にどうでもいいんだけど。さあ。まあまあそう言うでない。そうね、同じ髪の毛がピンク色同士ね。いやいや、酔う前から絡み酒とかマジないんだけど。いやよかったよかった、これで一応前半なんや。で後半でみんなで入るとかなんかな。ちょっと待ってな。スケジュールレター、次のやつ何やった。あーでも違うか、次のやつもなんかそのカザーちゃんたちが来るってだから温泉来るかと思ったら、まあライブなんかな。うん。で、あそっか、もう戦国恋姫 EX2 鬼の国越前編でこれ多分前田刑事やったっけ、あのまあ前田利家ワンコちゃんのなんかいとこで前田刑事がおって、それが確か新キャラでおるはずやから、その子が多分来るんかな。だからちょっとあのツイッターに流れてきた画像を見た限りやと、まああの子と他はあの忍者かな、なんか怪しい感じの忍者だと、なんかあとはちょっと敵っぽいなんか悪そうなやつみたいな感じやったから、その流れでいくと多分そうなんちゃうかなっていうイメージはあるな。それで、あ、そうや、ガチャね。なんか石いっぱいもらえてたのでガチャは引けますと。とりあえずイザヨイちゃんはまあ欲しいな。姫野ちゃんはちょっとしょうがないにしても。
で、まあ残しときたいといえば残しときたい、後半もあるし、ということで、まあいつも通り、まあこれが覚醒前で覚醒後、まあ、何のかんの言っても、まあ、覚醒後のサザエさんみたいなのも可愛いからな。はいはいはい、まあ、詳しく見ていこう。呪い18ターン、 HP 以外のステータスマイナス 40%、 いや強力。ステータス減少耐性解除、これをやって呪いをつけるっていう感じかな。うん。でヒダメージ上昇18ターン、ヒダメージ 30% アップ、で18ターン回復封印、ステータス減少耐性20ターンは自分につける。でバリアも20ターン、ヒダメージマイナス 35% で吸収。基本攻撃で与えたダメージ ×200% の回復。 200% って、あ、ダメージの 200% か。だいぶやな、結構戦線に折れるな、うん、集中もなくてあんまりヘイトも変わんから、これ結構多分長いこと折れるんちゃうかな。バリアもついとるしね。はい、イタヨイちゃんはコート、あ、いいですねなんだかんだ言って、はいはいはい。クリティカルダメージターンごと上昇40ターン長いな。ターンごとにクリティカルダメージが 5% 上がります。ヒダメージ上昇10ターン、ヒダメージが 15% アップ。で相手のバリアを解除します。暗闇10ターン、相手のターゲットを最善に固定させて攻撃支援範囲マスをヒッチマスにします。そうか、ターゲットもあれか、固定させるんかこれ、なるほどね。追撃即時攻撃力 ×100% の追加ダメージを与えますと。範囲もまあ広いし、まあ使いやすいんじゃないかな。はい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 。姫野ちゃんは範囲どうやったっけ、横やったっけ、横一線か。うん、なるほど。ということで、この前はあれか、あれコラボか、コラボの子たちでまあ出やんくて、で今回って感じか。いや自分はコラボには弱いけど、こういう時はね、やっぱ出る時は出るんで、まあまずちょっと10連は気軽に。いやー軽いか、とりあえずイザヨイちゃんは欲しいな。さあ夫殿、とりあえずな、おかしな真似を、お待たせ。イザヨイちゃん出たらもう OK なとこある。不安はあります、しっかり付き合ってあげる。これからはつ温泉温泉、ワクワクしますね。よかった、あーもういいわ釣り抜きアンドでとりあえず来てくれたんで、うん、あーいいですね。イザヨイちゃん来ましたと。ひめのちゃん欲しいけど、でも多分これ引くと後半引けやんくなるんよな。でも俺ひめのちゃんって多分持ってないんよな、イベントのやつだから。そろそろちょっと欲しいっていうのある、引こう、いったれ頼む。まあ出なくはない、たまに出る。おかしな真似を、私だけを見て、温泉温泉、しっかりととがなん、ほう、温泉温泉、三日月もお待たせ、温泉温泉どんだけ温泉でできたん4人、全部で4人取ったなまあまあまあしゃあねえ、こういうこともある。あ、でもイザヨイちゃん出たから OK ですね。はい、ということで、今回はここまでです。次回はそうやな、いつも通り、もうちょいしたら後半が来るので、うん、後半やっていくかなっていう感じになります。いや石貯めれるかな、3000、このゲームな1回のガチャで3000使うからな1500とかやったらいいんやけどな、3000って結構痛いんよな。うん、まあまあという感じで頑張ろうはい、ということで今回はここまでとなります。ありがとうございました。またお願いします。